おはようございます。今回は、不破郡垂井町にやってまいりました。で、今日はですね、菩提山っていうところにね、登っていこうかなというふうに思います。すでに看板がありますように、菩提山上、あと、ハイキングコース案内図ということで、ハイキングコースが設定されております。僕はですね、こちらの、JR 東海道本線、これ垂井線のとこですね。以前紹介しましたけども、垂井線の踏切を渡って、駐車場に停めさせていただきました。で、あ、違う、こっちからかって、こっちから回ってきますよ。はい。で、現在は菩提入り口というところに、おります。で、今回はこのハイキングコースと設定されているところから山頂に向かって歩いていくということで45分ですというふうにね、書かれておりますね。この近くにはね、白山神社と菩提寺があるということで、まあお参りできるところがあったらお参りさせてもらって、山頂の方を歩いていこうかなというふうに思います。山口ですけれども、先ほどオープニングを撮った看板のところからすぐにですね、こちらの階段のところですね、のところに、ハイキングコースと書かれた看板がありますので、こちらを登っていきたいというふうに思います。これは、ビー玉を入れてください。このシステム初めて見ましたね。ビー玉を入れてくださいと。垂井町民ではないので。これ今ね。なるほど。もうなんか垂井町恒例って言ってるのかな、ね、杖がね、置かれてますね。ちょっと下山はね、またいつもの通り違うとこから帰っていきたいと思うのでね、返しに行けないので、ちょっと今回いただかない形になります。お、早速、登りがやってまいりましたね。先ほどのね、看板のところにはね、山頂まで45分というふうに書かれていたんですが、ヤマプの方はですね、登山口から、途中の分岐点のところまでが35分。で、そこからですね、分岐点から山頂までが20分ということで、まあ、計55分ということになっておりました。あ、まあ、そうかそうか、僕ちょっと、設定自体をね、ちょっと遅めに撮ってるんですよね。かける1.2倍にしてたのかな。ですので、まあ、そうなってるんだと思うので、時刻の方が、11時40分ということになってますので、分岐点までは、12時30分ぐらいまでにはね、つくんじゃないかなというふうに思います。垂井町は以前、南宮山、ここからちょっと南の方にあるんですけれども、そこを歩かせてもらった時とよく似たようなね、感じのような山道にね、見えるかなというふうに思います。で、この、菩提山はですね、竹中半兵衛氏が、まあ、お城を、竹中半兵衛氏のお城があった山ということになっております。で、この竹中氏はですね、まあ、垂井町といえば関ヶ原の戦いということで、この関ヶ原の戦いの時に、徳川家康、いわゆる東軍についたんですよね。で、お城をですね、山頂にあるお城を徳川氏に、明け渡して、で、本人は、麓の方にね、陣屋というかね、住まいを移したと。いうふうにされております。ちょっと今回はね、ここ通らないと思うんですけれども、竹中氏の陣屋跡なんかもですね、見ることができる場所が、ございます。
以前のね、南宮さんの時は確かあれは西軍ですよね。いわゆる、石田三成派ですよね。だったと思うんですけれども、まあ、あれはね、確かそこに陣取ってる人たちが、この関ヶ原の戦いの時に、なんていうんですか、出陣しなさいという命令が来たんだけれども、まあ、お弁当を食べているので、ちょっと今出陣できませんというふうに、言っている間に、戦いが終わってしまい、ね、実際西軍が負けてしまったということで、まあ、これはね、策略だったんじゃないかというふうにね、いわゆる、まあ、関ヶ原の戦いっていうのは、何でしたっけ、小早川氏がね、寝返ったっていうことで、まあ、西軍が負けてしまった原因というふうにされておりますが、この南軍さんで陣取ってた人たちも、その一つ、範囲の原因ではなかったのかなというふうにね、されていますが、まあ、もともとはね、巷の予想的にはもう東軍が勝つというふうにね、もう言われていたというふうにもね、示されてはおるんですが、ひとまず、今回は東軍のね、陣地に入って、歩いていくという山道になっております。なんか奥の方にね、なんか林道というのか作業道というのか、なんか道みたいなのがね、ありますね。なんかピンクテープされてるんですけれどね、なんとも言えませんけれども、ちょっと今日はですね、天気晴れでございまして、もともと昨日火曜日の夜から、あ、今日水曜日でございます。火曜日の夜からですね、雨が降って、ほんで水曜のね、もう朝方には止むということで、本来ね、ちょっとね、雨の予報だったんですけれども、まあ晴れるということで、なんかいつも雨上がりの道を歩いている気がするんですが、雨上がりの道になっております。ですのでね、非常にフィットする感じなんですが、もう初っ端からこのような緩やかな登りになってますのでね、ちょっと気持ちゆっくりめに歩いている感じになっておりますね。やっぱなんか作業道っぽいですよね。ね、作業道ところをクロスする形ですね。通り越しすぎて、また登りですね。はい、分岐点というのか、合流点というのかね、そこに、到着いたしました。鉄塔のところがね、その地点ということになってますね。景色がすごい、あ、360度でないな、180度の展望が、見えてますね。すごいですね。こちらに南側ということになっております。目の前に見えてる山は、南宮山ですかね。ね、あれが南宮山だとすると、すごいですね。関ヶ原の戦いでは結構、ね、なんか臨場感溢れる感じですよね。うん。まあ、その当時はきっと木は伐採されてなかったんじゃないかなというふうに思います。こっちに行くとね、こっち南側向いてますから、東ということですけれども、ちょっとね、雲がかけて、
分かりにくい感じですね。ただ名古屋の方面ね、名古屋の都市部のね、方はまあまあ見えてるかなという感じです。こっちは西側ですけれども、きっとあれ養老山脈方向かな、あれは霊仙山方向かなという感じですね。はい。で、山頂はですね、そのまままっすぐっていう感じになるんですね。はい。あと510メートルということになっております。はい。分岐点から離れてまた樹林帯に入りましたね。分岐点から山頂までは、25分ということになっております。時刻12時7分ということですので、12時45分までにはね着くんじゃないかなと思います。縦掘りって書いてますね。空堀の一種で、山の斜面に等高線に対して垂直に掘られた。敵が山腹を横に移動するのを防いだり、敵が登っていくのを防いだりするということですね。縦掘り、なるほど、これ土砂崩れじゃないわけね。なるほど。こういう風に掘ったわけですね。あそこに看板がありますね。はい、401メートル。やったやった。山頂の方ですけどね、南側が広がってるという感じですね。やっぱこっち見えたのはきっと南宮山じゃないかなというふうに思います。南の方向を向いてますのでね、養老山脈はねこんな形でね、こう馬の背みたいな形で見える形になってますね。はい。で、まあ右に行きますと木で隠れてますが、こっちは鈴鹿山脈というふうになっております。伊吹山はね、ちなみにこの裏に裏ということになっております。で、左に見える山なんですけども、これ調べてみるとやっぱ池田山じゃないかなというふうに思います。はい。で、下を見下ろすとですね、樽井町の街並みがよく見えて、名古屋も見えます。一宮も見えます。よく凝らしてみるとね、岐阜のね、タワー43、ね、金華山とかね、ところも見えたりとかして、まあ景色はね、本当に、広大さが、ね、感じられる景色になってるなというふうに思います。ちょっと広がっ
ってるなってことで、見たんですけど、こっちもね、一応、派遣ルート含めて、なんか周回するような、ね、なんか道があって、まあ、こっちはちょっとなんか、明神湖方面かなの方から、まあ、歩いていく、道ではないのかなというふうに思います。ただですね、山くんにはね、周回されていないルートということになっておりますのでね、まあ、一応参考程度ということで、一応ご紹介しておきます。今ね、採掘工事はなんかどうも、なんていうんですか、台所クルワのあたりをね、採掘してるんですかね。12月までって書いてましたね。分岐点の方までね、戻ってまいりました。生き品はですね、こちらに菩提寺って書いてますけど、こっちの方からね、登ってきたという形になります。下山はですね、まずは左側、山の神、あれなんて思うんですか？善林寺って思うんですか？そっちの方向で、降りていこうかなというふうに思いますので、左の方にね、進んでいきたいと思います。逆光で見にくいかな？はい、左へ降りていきます。はい、こっちの方向ですね、まあ、いわゆる分岐点から降りてきた道のコースは大手道コースというふうに言われております。で、大手道コースはですね、先ほどの分岐点から、登山口までが、35分というふうに、設定をされていますというか、まあ、ちょっと僕のやつはちょっと遅めに設定しているので、まあ、35分くらいというふうになっております。で、時刻の方が、13時8分ということになっておりますね。はい、分岐点にやってまいりました。菩提山はですね、北から登ってくるルートはちょっと覗きますと、全部で4コースほどあるというふうに言われております。で、そのうちの一つの分岐点、山の神コースの分岐点になりましたね。左、こっちですね、こっちに行きますと山の神コースなんですが、ちょっと実は、なんか橋が老朽化のため通行規制って書いてますね。はい、ですので、山の神コースは現在ね、歩くことができないというふうになっておりますので、ご注意いただきたいなというふうに思います。ということで、なんて読むんですかね、善林寺ですか、善道寺ですかね。はい。まあ、まず、こちらの方に降りていきます。はい。ここで分岐点にやってまいりました。左はね、急坂道、右が緩やかと書いております。左はね、大手道の道だと思うんですが、これ右はね、お茶屋コースじゃないかなと思いますので、こっちの方に行くとね、元来た道に戻るのに近いので、右の方にね、もう一回進んでいこうかなと思います。っていうのは嘘でしたね。元の場所に戻す。元の大手道の方に道に戻りました。まだ分岐点まではまだもうちょっとあるってことですね。一緒になりましたね。別にそんな大した急坂じゃないよね。そうね、なんだ、まだ分岐点はまだみたいですね。はい、そのまままっすぐ進んでいきます。この看板のあるところですね、ここは分岐点ということになります。ちょっとね、このマークがついてるのはなんかあかんよっていう感じが、するんですけどね。あのパンフレットの方にはね、しっかりと書かれてるんですけれども、まあ、左に行きますと、大手道の、下段、していく道です。まあ、大手道の道ですね。右がお茶屋コースということになっております。こっちの方がね、実は近いっちゃ近いんだよね。どうだろう。どうだろう。あ、でも、この奥はそれなりの道になってますね。ですので、右の方から降りていこうかなというふうに思います。特に通行規制はされてる雰囲気がなさそうなんでね。残念なお知らせがあります。
あれはお茶屋、ここの道はお茶屋道コースではなかったですね。そうか。お茶屋道じゃなかったか。まあでもどちらにせよ、まあ、道には出るな。やってしまいましたね。お茶屋道コースはね、もうちょっと大手道降りなあかんかったよね。ここがね、分岐点じゃなく、なんていうか、お茶屋道のね、コースだったのかなと思ったんですけど、こっちでしたね。こっちからこう行くコースがお茶屋道の道だったみたいですね。はい。ここだったそうですが、まあ、ひとまずここの特定区境界を降りてね、ため池の方まで降りていこうかなと思います。まあ、どちらにしても、まあ、こっちの方がお茶屋道よりも近いって近いですけども、ちょっと道なき道を歩く形になっちゃいましたね。はい。はい、谷筋の方にね、降りてまいりました。まあ、尾根と尾根がね、ぶつかる谷筋ですね。大手道はね、この谷筋よりも上ということにちなみになっております。はい。今どこにおるんや。そうですね、もうそのままこの川沿いを降りていけばため池に、着く感じですかね。はい。ゴミがね、ちょこちょこ落ちておりましたので、人が、おお、噛むのすごめんね。人が通っているということが確証を得ましたので、大丈夫じゃないかなと思います。あらかじめ早めに言っときますね。ここをね、管理されている山主の方々、大変申し訳、不法侵入してしまいました。申し訳ございません。はい。もうすぐ早速と、出ていきますので、ご容赦いただきたいなと思います。はい。ため池の方までね、降りてまいりました。ため池入るわけにはいかないので、その周りを歩けば、道に出るんじゃないかなと思います。はい、あそこにですね、ため池のね、堤防の道が見えるんですが、ここ降りないかあんねんな。そうか。ということで、ここ降りたいと思います。ちょっと結構な崖なんでね、さっきで縦堀みたいな感じですよね。で、この川を渡れないと、こっちに行けないので、倒木でしたね。おー、水が。そうなるとは思ってた。すぐある。よいしょ。よっこいしょ。よいしょ、お前らも大丈夫やな。よいしょ。どこ行くんや。 こっちだね。ここをどう降りるかだよな。この石を。あ、でもこれ網網させてんだ。秋でよかったね。これ夏だったら虫すごいんだよね。あ、出ました出ました。このね、
堤防を覗いて、あ、道だ、ちゃんとした作業道ですね。これでフェンスあったらちょっと困るよ。いやー、なんかフェンスっぽいよねこれね。やめてほしいんだけどな。でもこれ南京錠式じゃないよね。よかったじゃん、よかった。申し訳ない。あ、防護柵だからいいんだ。通行止めじゃないんだ。すいませんでした。防護柵ではなかったです。すいません。はい、ということで東海自然歩道に戻ってまいりました。はい、どうも申し訳ございませんでした。はい。ね、東海自然歩道はこちらからね、歩いてくる形になっておりました。このね、JR 東海道線、垂井線ですね、垂井線を、くぐってね、歩く形になっております。はい、ということで、ね、元の場所に戻りたいと思います。で、ここに踏切がありますね。僕、踏切渡ってね、駐車場まで行きましたので、そのまま帰りたいと思います。ということでね、あとね、帰るだけということですので、ここでね、エンディングを、撮ってしまおうかなというふうに思います。逆光ですね。はい、今日はね、菩提山に登ってきたわけなんですが、行き品はね、菩提コースですね。帰りは大手道からですね、お茶屋コースを帰ってくる予定だったんですけれども、分岐点をですね、見誤ってしまいましてですね、あらぬ道をね、歩いてきて、降りてまいりました。申し訳ございませんでした。まあ、下山道はね、参考にせずに、大手道からそのままね、楽しくハイキングされたらいいんじゃないかな、というふうに思います。山道に関してはね、特段急登のね、道も、ございませんのでね、ゆっくり、自然浴を感じながら、歩かれたらいいんじゃないかなというふうに思います。山頂はね、南宮さんと対峙してるんだなということで、位置関係が非常にわかる感じで、モノビ平野の広がるね、街並みを一望することができてよかったんじゃないかなと思います。名古屋の方面も見えたのでね、よかったなと思います。まあ、この時期はね、伊吹山の、伊吹おろしの風がね、まあ今日の気温によってはね、涼しく、感じたりしますので、まだ行ってないよっていう方は、一度行ってみてはいかがかなというふうに思います。はい、ご視聴いただきありがとうございました。逆光ですが、あ、映ってるね。はい、それでは。
うん。